ここは教室？でも私の知ってる教室じゃない。私の学生証。こんな雨の降る放課後だったそうよ。女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのは。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思ってたみたいなんだけど、不幸なことは続いて、ある日起きた殺人事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの如月学園は、そんな呪われた天神小学校の跡地に立っているのよ。マジで階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、このくらいの時間に。大丈夫？サトジ。なあ、もうそろそろ帰った方がいいんじゃないかな。篠崎さん、お話の続き。マユも怖がりなんだから聞かない方がいいんじゃないのか。森重、もってどういう意味だよ。すねない。そんな顔してたらナオミに嫌われちゃうよ。ちょっと聖子、あゆみちゃん、早く話を続けて。うん。その先生が現れる時って校舎は必ず停電で真っ暗になるの。そしてコンコンってノックの後にスーッと扉が開くと、白い顔が覗いて、まだ残ってるのって。今、誰かノックしたよな。気のせいじゃない。篠崎、悪ふざけやすぎるぞ。またちじゃないわよ。もう暗くてろうそくがどこにあるのかわかんない。明かりのスイッチはどこだっけ。スイッチなら扉の横だろ。まだ残ってるの？ゆい先生！びっくりした？サトシ、どこにしがみついてんのよ。すまん！いつまで残ってるの？文化祭の片付けが済んだら早く帰るようにって言ったでしょ。お兄ちゃん。ゆか、どうしたんだお前。持田くんに傘を届けに来たんですって。そうだったのか、ありがとな。なに、サトシの妹さん、中等部かな。はじめまして、持田ゆかです。お兄ちゃんがいつもお世話になってます。私にこんな可愛い妹さんがいたなんて知らなかったわ。話したことなかったっけ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。はい。へえ、岸沼とは面識あるんだね。そんなのんきなこと言ってていいの。強力なライバル出現だよ。何を言ってるのかな、聖子。最後にこれだけやっていい？幸せの幸子さん、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。篠崎さん。
あのお姉ちゃん、どうしたの？転校しちゃうんだ。今日の文化祭が最後だったんだよ。あ、そっか。スズメちゃんいなくなると寂しいな。引っ越しって言ってもそう遠くないじゃない。だから冬休みにはみんなで絶対遊びに行くからね。私も引率教師としてついていっちゃおうかな。これで決まり。私もそれまでにまた怖い話を仕入れておくね。お前ほんと好きだな。悪い。いえ楽しみにしてるね、鈴本さん。私たちずっと友達だよ。みんなありがとう。私みんなと会えて本当によかった。みんなのことずっと忘れない。まゆ、いつまで泣いてるんだ。ほら笑って。みんなでこの幸子さん人形を囲んで心の中で幸子さんお願いしますって唱えるの。9回唱えてね。間違ってもいいから絶対言い直しちゃダメよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。失敗するとどうなるんだ？なんか緊張してきたな。それじゃ行くよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いしますお9回だよ。せーの、はい。みんなちゃんと9回唱えた？じゃあ次はみんな手を伸ばして、この幸子さん人形のどこでもいいから掴んで。掴んだよ。いいわよ。はい。で爪を使ってしっかり掴んだらみんなで引っ張ってちぎっちゃってね。せーの、はい。お疲れ様。みんなその髪の切れ端を学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。お守りにでもなるのか？切れ端を持っている限りずっとみんな友達でつながっていられるんだって。そういうおまじないなの。いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。うん、篠崎さんありがとう。宝物にするね。またみんなで会おうね。約束だよ。うん。さてみんなそろそろ帰る準備をしなくちゃね。はーい。あ、何？地震？みんな机の下に隠れて。みんな大丈夫？あの時何かが起こって、私は くれたの頃を思い出してる。
どこかでひねったのかな。落ちたような感覚があったけど。聖子？聖子！聖子！聖子！目を覚まして！聖子！ドタのナオミ、もう昼休み？ドタのじゃないわよ！覚えてないの？文化祭の片付けの後、教室でおまじないをして。あ、ここどこ？みんなは？わからない。ダメだ、開かない。ここはどこなの？携帯も圏外か。思うんだけど、ここって心霊スポットみたいなとこじゃないかな。ちょっと、委員長じゃないんだから怖いこと言わないでよ。でも、どうしてそんなところに私たちがいるわけ？もしかして、私たち誘拐されちゃったとか？事件に巻き込まれてたりして。え？冗談よ、そんなわけないじゃん。聖子、今、声がしなかった？何も聞こえなかったけど。そう。妙に静かだね。とにかくここから早く出よう。あれ、ナオミ、足どうしたの？うん、ちょっとくじいたっぽいんだよね。大丈夫？平気平気、なんとか歩けるから。さっきの教室、机と椅子がやけに小さくなかった？そうね。ここって小学校だったのかな。私たちしかいないみたい。ってことは？何よ。私とナオミの二人に。ちょっとこんな時に何してんのよ。早くここから出るんだから。そんなに急がなくても、私はもっと二人きりでいたいのにな。聖子。ねえナオミ、お尻の薬持ってない？塗るやつ。また外に出るまで待てないの？普通の軟膏ならあるけど。はい。じゃあちょっと塗ったくってくる。もうちょっと恥じらいなよ。ここもダメか。お待たせ。この下が1階みたいだから、昇降口があるはずだよ。もう少しで出られるから頑張ろう。うん。出口発見！小さな靴。聖子が言った通り、ここ小学校の校舎だったんだ。小学校か。みんなお腹空かせてるだろうな。弟のゆうくんたちも小学生だったね。みんな育ち盛りだから、ご飯の用意だけでも大変大変。あ、聖子の家、お父さんの帰り遅いもんね。うん、父さんが仕事頑張ってる間は私が主婦やらないと。弟たちの世話できるのは私と父さんしかいないわけだし。えらい、女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。さあ早く帰ってあげないと。てかナオミも早く帰らないとだよ。お母さん一人で待ってるもんね。心配してるかな。してるしてる、持田くんも心配してるって。あ、外に出たら待ってたりして。ちょっとその話は今関係ないでしょ。
いるせーのでいくよ。うん、せーの。どういうこと？そんな。どこか場所を探して少し休もう。絶対に出られるから大丈夫だってね。よし、完璧。どう？すごい楽だよ。ありがとう。本当は何か冷やすものがあればよかったんだけどね。助かったよ、聖子。ねえ、ナオミ。これからもずっと私と一緒にいてくれる？え？もちろんだよ。本当に？うん。私と聖子は何があっても友達。ずっと一緒だよ。ありがとう。聖子ったら、昨日の夜も同じこと聞いてたじゃん。ナオミ。ん？ずっと一緒にいようね。うん。あ、そうだ。どうしたの？私、その大事な切れ端をなくしちゃったみたいなんだ。え？多分トイレで落としたと思うんだけど、ちょっと探してくるね。待って、私も一緒に。ナオミは休んでて、すぐ戻ってくるから。お、戻ったら一緒に出口探そうね。聖子。ずっと一緒にいようか。体が動かない。声も出せない。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。
私はただナオミを休ませてあげたかっただけなのに、それなのに、やだ！ナオミにそんなこと言われるの！ナオミにあんなこと言われたら、ナオミに嫌われたら、私、悪いのは私、私がそばにいなかったから。ナオミに謝って許してもらわなきゃ。誰か呼んでる。ナオミ。私、聖子にどうしてあんなこと言っちゃったんだろう。聖子に謝らなくちゃ。数時間前、教室で楽しく笑ってた友達が目の前で首をつって死ぬ。こんな現実、受け入れられるわけがない。でもここではどんなことでも起こりうる。なぜならここはあの呪われた天神小学校なのだから。Thank you.
泣きそうな